さて、今日はもう潮流の装備を今揃えてます。手袋2つ、これが電気のウォームの手袋、セラミックで、これがやばいな、くさびさびだな、これ研いだ方がいいかもしれない。やばいな、これ研いでもらうか。今回はこれは使わないはずなんで、サイズ何センチ？43。今回は 8000m だからこれだと無理なんで、これは使わないです。ピーボトルですね。あったかいノースフェイス。バラクラバ。手袋。マムート、靴下何足かな、ハーネス、8000m に行きますね。パンツ、今回は2枚3枚、それ持ってくか。これあれなんで、ノローナズボンにもなるんで、今回4枚持ってっちゃいます。ほんで首、またまあこいつもメインの下着1枚、下着は2枚、パンツだけは4枚。ああそうか、乗るのか。乗るのがあるから3枚だな。で、なんだっけ、これも必要だな、絶対今回は雪です。これもね、3層目2層目ズボン、
で、あとはガーニー、ブリーズライト、鼻にすごくいい。これが、ペットボトルをピーボトルにするときに結構何かと役に立つ。100均で。これ鼻呼吸がいいんですね。で、こいつらは薬たちだ。ちょっと後でしっかりと薬はもうちょっといいもの厳選。ヒーターアタックでしょ。これが必要だよな。ライト使う。電池変えないといけないな。ライト、スプーン、ド S、 上にド S と鍵、何だったっけ。こんにちは。これもおしっこです。どっちかにピーって書かないといけないね。充電もしないといけないかなと。充電もしない低酸素マスクなし。でも疲れる度合いは全然違うけど、暑さの度合いは全く同じだな。